さあ続いていきたいと思います。続いてのテーマはこちら、ここはライブ会場？待って、さあこれは誰でしょうか？誰？はい、私です。何これ、ライブ会場？あのリベンジの1話目の時に、あの愛ちゃんがさ、シャカを歌ってたじゃない？あのシャカをあのみんなで撮りますよっていうことで、事前に覚えてきてくださいってとこ渡されてて、であの待機スペースで、その時に楓と宮野さんと私が同じ組だったの。そう、それで待ってる時に練習しましょうよって練習してて、そう、なんなら俺はそれ、自分も歌うって一緒、なんかよくうろ覚えだったから、そこで2人におさってたのよ。そうで一緒にやってたので、楓と私はまあ普通ですよ、普通にこう、自慢ってやってたの。そしたらなんか隣でこう、ゴーゴーゴーみたいな、なんだろうって思ってたら、なんか鼻歌がなんか、あれミスチルぐらいの、めちゃくちゃ上手なの。覚えてないな。ほーみたいな、すごいフェイクみたいな、みたいなね、シャカなのに、言ってたバージョンなんだよ。めっちゃフェイク入れるやんみたいなのが、言っても面白くないみたいな言ってた気がするわ。それでやってて、なんかあれ、ここライブ会場かなっていうぐらい堪能して、じゃあ入りましょう、入ってキャッキャッキャッキャ言いながらね、この3人で楽しんでたね。でアフレコやって、さあこれから歌取りますよってこうなった時に、あ、このメンバーは歌は大丈夫ですちょっと収録押してたんだよ。そうで、もういいですってなって、そう、そんで出た後に宮野さんが、あんなに練習したんだってあれ悲しかったよねあれ悲しかった、めちゃめちゃ練習したんだよ、そのシーン見たかった。フェイクとハモリまで練習してね、やってた、やってたよね、やってたでしょ、俺上ハモ行こうかなハモこれだけ撮ってほしかったね、俺しか見れない伝説のシャカを見れたというか、レアでしたね。レアだ、全然ライブにシャカだけ歌いに来ていただいても大丈夫です確かにね、オープニング始まり10月の、ね、10月のライブ、シャカだけ歌って、そうか、シャカだけ歌ってね、それもあれだね、でも1週前にライブやってますからね